ことであいつ芝くわ。皆さんこんにちは、花です。今回は何回か前の動画で駅名募集をして、そこそこ集まったので主要駅の駅名を発表していきたいと思います。まずこの空港駅は虹花駅となりました。それに合わせて空港周辺が虹花地区となりました。なのでここの空港名も名前を改め虹花国際空港となりました。個人的にこの生駅に行っています。なのでよく私が放置している時に見ている場所の名前になりました。まあ独断と偏見ですけどね。では次の場所に行きましょう。さてこの駅ですが、ここはマップの中でも中心のところにあって、それにふさわしいものを選んだつもりです。なのでここは所山駅になりました。結構パクリ部分もあるっちゃありますが、気にしたら負けです。いずれかここに新たな施設とかできるとなると、まだこの駅にはお世話になると思います。ちなみにこの地区も所山地区となりました。周辺にある駅は東西南北をつけて終わりにしました。では次の駅に行きましょう。ここは前回ぐらいに作った駅ですね。一応ここも第三の都会という機能を持たせるので、ここにも駅名をつけようかと思います。その名も森下春山。どっちかというと所山駅の方が森下春山だろって言われそうですが、そこは触れないでお願いしやす。それにしても高層ビルがまだ建設終わらなくて心配なこの頃です。一体いつになったら終わるんでしょうか。とりあえず一通り決めるのが付けられたので、ここからは新規開業路線を紹介します。所山駅から別方向に伸びていく路線にも、いい加減電車運行をしてほしいとの声があったので、そろそろ運行を始めます。ちなみにそろそろ路線名を付けた方がいいということで、黒い線で示した系統を虹花空港線ということにします。まあこれは単純に空港に向かうからですね。そのうち所山駅を境に予備法変わってそうですが、それで赤い線で示した路線を所山線ということにします。まあこれも単純に所山駅が起点ということに由来します。それによって黄色い線は所山支線ということになりました。分岐場所が所山線なのと、支線内には所山線の車両を入れる車庫も作る予定なので、こういう名前になりました。1時間あたり6本運行予定です。伏線ですが一部までしか点火されてないので、キハ75系を導入して運行させます。たまに欲しくなる地方交通鉄道、ですが黒字のようです。やったぜ。儲かっている理由は集落の近くに駅を置いたのが一番ですかね。多分ここまでしか儲かってないので、他の区間は廃線待ったなしですね。あとは適当に道路も伸ばしておいて、資材を投入することになったらこの道路を使うのでね。そしたらその後は車庫線を建設します。一応本線の有出庫も兼ねているので、伏線で作っておきました。と入ったものの、私のダイヤは、基本的に朝と夜しか使わないので、伏線は必要だったかというと、それほどでもないといった感じですね。まあ、今回は車庫に向かう電車だけじゃないので、まだ存在意義があると言えるでしょう。とりあえずできるだけ小さいスペースに、できるだけ多くの線路を設置してみて、それでどういうダイヤにするか決めます。言うて一部の電車はすでにダイヤを作っちゃっているので、あんまり自由度は高くはないですけれど。設置できたので駅を置いておきます。駅と駅がめっちゃ離れてしまいましたけど、気にしたら負け。とりあえず2駅延伸したので、今回の延伸はここまでにします。後でポイントを設置しておきます。最後に今回作った所山支線の全面展望で終わります。ご視聴ありがとうございました。